マックス・タイラーは南アフリカ共和国のウイルス学者で大熱ワクチンの開発により1951年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。トランスバール共和国のプレトリアで10位で微生物学者であるアーノルド・タイラーの息子として生まれた。彼はプレトリア男子高校ローデス大学を経て1918年にケープタウン大学医学部を卒業し、 さらに研究を続けるため、南アフリカを離れ、ロンドンに移った。1922年、彼は、熱帯医学、衛生学を、キングスカレッジロンドンと、ロンドン大学衛生熱帯医学大学院にて、治めて卒業し、ロンドンの王立内海大学と、王立外海大学の修士となった。さらに研究を進めるため、タイラーはハーバード大学熱帯医学部の教職員と、 なり、アメーバ性赤痢の研究や、素行症のワクチンの開発を行った。彼は、アンドルー・セラーズの助手となり、黄熱の研究を始めた。1926年、彼らは、黄熱の原因は、レプトスプイライクターイズという細菌が原因であると、する、野口秀ラの説にことを唱えた。黄熱の原因が、ウイルスによるものであると、 はっきりした翌年である1928年、アフリカや南アメリカのウイルスは、エイドリアン・ストークスがインドの赤毛猿から単理したものと比べ、免疫学的に独特のものであることを示した。この研究の過程で、タイラー自身も大熱にかかったが、生還し、免疫も獲得した。1930年、タイラーはニューヨークのロックフェラー基金に移り、後に、 ウイルス研究所の責任者となって最後までここで過ごした。テイラーは弱毒化したオーネ熱ウイルスが赤毛猿に免疫を与えていることを発見した。そこでテイラーはオーネ熱のワクチンを開発できた。しかし、タイラーと共同研究者のヒュー・スミスが 17D ワクチンを開発したと公表したのは 西アフリカ由来で毒性の強い足火株が100以上の株に分化した後の1937年になってからだった。1940年から47年にかけて、ロックフェラー基金は2800万以上のワクチンを作り、大熱は恐ろしい病ではなくなった。この業績によって、タイラーは1951年度のノーベル生理学・医学賞を受賞した。 彼は1945年にハーバード大学のフラッティーメダル、1949年にはラスカードゥベイキー臨床医学研究賞を受賞している。彼はアメリカ合衆国に帰化することなく、1972年にコネチカット州ニューヘイブンで亡くなった。ありがとうございます。